ちっちゃい頃から小学校まで水泳をやってました。早速ですが、ちょっと質問です。木村選手は、コーナー前に、コーナー前の時、アメリカでトレーニングしてましたね。はい。その時、好きだったアメリカの食べ物について教えてください。あ、食べ物は、そうやな、アメリカなんですけど、僕メキシコ料理にすごくハマりまして、なんかタンコースとかブリトーって言うのがですね、ブリトーとかマセウェルって言ってますけど、ああいうなんていうの、トウモロコシの粉を潰して焼いたトルティーヤっていう皮にお肉とか、チーズとかを挟んで巻いて食べる、クレープで食べるんですけど、でちょっとしたソースとかあるんですけど、そのメキシコ料理がすごく美味しくて、それにハマってアメリカ行って一番美味しいなって思ったらメキシコ料理でした。もう目が見えないじゃないですか。頭を打つとき頭を打ったことはありますか？頭を打ったことはあります。何回ぐらい？何回もさすがに切れないぐらいですけど、もうあれです、壁に穴開いてます。このなんていうか、このあれですね、オンラインだと滑ったかどうかも分からない。違う、笑ってると信じて、こう見る感じですけど、そうそう、だから頭を打ったこともありますし、なんかこのおでこから血が出たことももちろんあるんですけど、これさっきもちょっと言いましたけど、例えば25メートルを自分で何滝したら壁かなっていうのを数えて、自分がどれぐらいの場所に今いるのかなっていうのを、壁が見えなくても把握しておくっていうのが一つ、頭を打たない方法かなって思います。木村選手はやる気が出ないときはどうやってやる気を出しているんですか？やる気が出ないときは、やる気がなくてもとりあえず取りに行きます。で、やる気出なかったな今日はって思うけど、プールに行った、自分偉いぞって思って帰る、練習して帰ります。ありがとうございます。これで私の説明はもう以上ですね。コーナーの時でも木村選手、オリンピック、パラリンピック頑張ってください。